あ、ちょっと先輩待ってください。欲しくないの彼女とか。残った。あ、待って、マジで嫌だ。ポップティーン TV。 リコパです。リコです。チョコレートオルネチです。毎日ルンルンコハルンです。ユニユニユニコーンのんちです。アム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 です。いやー、ヨギヨギコタンです。すごい。今日何の企画ですか？今日はですね、JK1 っていう企画で集められたんですよね。高校1年生、はい、元気ですか？元気です。ちょっと高1の元気がないんじゃないですか？元気です。イエーイ。というわけで今日は、まあ、高校1年生で誰が一番かを決めたいと思います。わー、もうずっとさ、これを聞いてたからさ、私が違うから。6人で気合い入れよう。なんか推しからなんじゃないかな。え、違う。しましょう。歌なんだっけ。せーの、推しからなんじゅ。女の子は推しからなんじゅ。誰がわかんないに勝ってますか、これ。次のバトルは胸キュンバトルです。ここでゲストが、じゃあゲストの登場です。真ん中。どうもどうも、ハルハルンです。おっす、ハルハルンに対して胸キュンをしてもらいます。女の子側からってことですか？はい。ハルが6回やってもしょうがないじゃん。で、ちゃんとテーマがあります。テーマ、ハルハルンを落とす胸キュン。ハル、指名しちゃっていいよ。なんでですか。僕が一人目に指名するのはルネチョで。ルネチョが終わったら次ルネチョが指名してっていいかな。はい、じゃあスタートしまーす。落とせばいいんだよ。落ちない、落ちない。レベルが高すぎて一瞬で落ちるかもしれない。ヒントください、ヒント。あ、どういうのが弱いですか？僕ギャップめっちゃ弱い。ギャップ、ギャップ。設定なんですけど、部活が同じ先輩後輩で、いつも部活終わりに一緒に帰ってるっていう中のあれにします。今日も部活疲れましたね。疲れたね。あの先輩、相談があるんですけど。何？好きな人がいて、うん、先輩だったらなんて告白されたいですか？まあ俺だったらやっぱ好きって言われるのが一番嬉しいかな。そうですよね。ありがとうございます。じゃあ向こう帰るんで。バイバイ。お疲れ様です。あ、ちょっと先輩待ってください。先輩と部活一緒になっていろんなプレー見てすごいかっこいいなって思ったりして好きになっちゃいました。付き合ってください。告白してくれるの嬉しいんだけど、まだ部活頑張りたいから、うん、卒業するまで待ってほしいかな。じゃあ卒業したら付き合ってくれますか？待ってる。じゃあバイバイ。お疲れ様です。明日も頑張りましょう。バイバイ。ちょっと設定と違うんです。とりあえず振られたんで大丈夫ですか？あれ、なんかあの設定をちゃんと説明したんですけど。落ちたってことはあの OK ってことですよね。もう落ちなかった。そういうことですね。ダメだったみたいです。わかんないです、ごめんなさい。次の人指名してください。え、じゃあやっぱここはこよー、つながりで、アムちゃん。アムのシチュエーションは同じ学年の、まあ、仲いい男女で、まあ、そこでちょっと自分の思いも伝える感じで。ね、はるくん、なんかさ、最近さ、仲良くなってさ、一緒に帰ったりさ、 ご飯食べに行ったりしてるじゃん、うん、もっとはるくんのこと知りたいし、なんか一緒にこれからいろんなところ行きたいから、アムと付き合ってほしいなって思う。僕のことが好きってこと？うん、好き。ありがとう。幼馴染じゃん。そこから恋人になるっていうのは結構大変なことだと思うし、もうちょっとちゃんと告白してほしかったかな。ごめんなさい。待って、幼馴染じゃないんだけど。嘘、言ってなかった。幼馴染って言ってない。同い年で仲いい男女。頭が真っ白になっちゃった。振られました。はい、いや、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい。じゃあ次お指名してください。リコで。シチュエーションは同い年の仲いい感じの子と歩きながら帰ってきて、なんか好きな子誰なみたいなちょけてしている場面です。それで落ちますか？ちょっと任せてください。お願いします。好きな子誰な？教えねえ。おる？まあ、いるのはいるけど。ちょっと待ってください。
ちょっと想像したのと違いかった。こう言って、で、すいません、仕切り直し。好きな子おる？いるよ。あ、おるんや、うん。私は別におらんけど、そうなん、いるんや。うん。はるくん、好きだよ。付き合ってください。お願いします。入っちゃったー。あの、キュンってしました。結局ポイントはでもあのシーンですよ、もう掴んでいきなり好きって言われるのあれやばいっす、うまいです。やった、ありがとうございます。いいよ、指名してください。ココナで移動教室なんですけど、同い年なんですけど、でなんかちょっと落ち込んでる感じで私が行く感じです。どうしたの？いや、気になってる子が全然振り向いてくれなくて。もう一回ですか、すいません、あの予想外の言葉が返ってきちゃってごめんなさい、ごめんなさい、もう一回言っていいですか。先なんかあった？いや、気になってる子が全然振り向いてくれなくて。誰？内緒。なんで？いや、ココナが教えてくれたらいい。うちはヒント、最近悩んでる人。他にも？鈍感な人。わかんないかな。うちだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、終了。もうごめんなさい、うちだとか言っちゃった。あー、もうやばい、経験なさすぎてもうやばい。ちゃうんかい。自分で自分のこと好きだよって言っちゃいました。次を指名してください。小春さん。同級生の男の子と映画を見に行った帰り道で恋愛映画を見たんですけど、その恋愛映画についてその余韻に浸ってるっていうかっていうシチュエーションです。今日の映画面白かったね。めちゃくちゃ面白かったよ。いやー、いいね、ああいう恋愛したい。いやー、でもね、映画みたいな恋愛ってもう難しいよ。え、欲しくないの？彼女とか。そりゃ、もちろん欲しい。じゃあ私が彼女っていいんじゃない？付き合ってくれるってこと？うん、好きってこと？そう、好きだよ。恥ずかしいけど、僕も好きだ。本当に？よろしくお願いします。やったー、カットで、カットで。よかったですか？シチュエーションがめちゃくちゃいい。よっしゃ、映画終わり、めちゃくちゃいい。よかった。最後はじゃあトリオのんちさんお願いします。はい、私のタイトルは授業中の悲劇です。一番後ろの席なんですね、誰も見えないみたいな。ここで悲劇が起こります。あー、やばい、熱あるかな。どうしたの？いや、頭痛がひどくて、なんか暑いんだよ。こっち見て。やばい、私も熱くなってきちゃった。ちょっと一緒に逃げよう。じゃーん。どうです？ずるいっすよね。落ちたんですか？やったー、イエーイ。え、知ってたでしょ、僕学生時代同じことしてくれる子いて。え、本当ですか？いや、フラッシュバックさせちゃった、どうしよう。何のカミングアウトだよ、これ。え、これ何が悲劇だったの？隣の人が具合悪そうみたいな。悲劇って言うそれ。いや、なんかフラッシュバックしてなんであの子と同じことしてくれるの？誰だそれ。アイドルアナトミー。本当に人形なの。今から30秒間忍耐力があるかどうか足つぼ縄跳びで検証します。二重跳びやった人はあのポイント2は。マジ？無理。
次のバトルいきます。瞬発力を見たいなと一発芸をやってもらいます。え、関係なくないですか瞬発、はい、15秒以内に自分のネタを考えてください。やばい一発芸ってなんだっけ。3、2、1。メガネからのトンボ。絶対トンボじゃないですよね。私だ。目が2つでトンボです。大丈夫、これ新規入んない。怖い、本当に怖い。え、どうしよう。え、変化を。これは何になるでしょうか。てってれーん、さくらんぼ。みんなこれなの。パンダ。やばい。ねえ、本当に嫌だ。だってメガネ。もう言ってください。可愛い路線じゃなくていいですか。アムです。え、アムちゃんさ、ウッディでもあれもノーマルじゃないの。私フォーキーできるんです。あ、やりました。私フォーキーできる。ウッディが来た。シリーズもやってもらいます。あ、ね、あれ最初やったのは惜しくじゃあ誰が一番お尻が強いか。おお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 おには勝てませんでした。負けません。残った。めっちゃシュールじゃないですか。かけよーい。残った。シュールすぎ。何回もシュール。ここできたからにはちょっと一応狙って頑張ります。私も一応狙って頑張ります。残った。避けたんですよ。そしたら一気に私が勝ちます。いや、私が勝ちます。開けよーい。残った。おお、フェイント。勝ちましたね。やった、イエーイ。フェイントかけようと思って、みんな待つじゃないですか。一瞬で転げたので、そこで負けました。やった。今から腕相撲やってもらいます。負けたので次は負けないように頑張ります。フォーキーにしてやるぞ、フォーキーにしてやるぞ。はっきょーい。残った。えやば。強い。恐ろしいって言ってんだけど、ひどい。レディースなのに。そう、腕相撲で誰にも勝ったことがないので勝ちます。同じく誰にも勝ったことがないので。どっちかが初めて、はい、マジで勝ったことない。はっきょーい。残った。
で、右でやっていいですか。じゃあエキシビジョン。よーい。あ、やばかった。え、嘘でしょ。死ぬ。はい、終了。めっちゃ強い。ココナ優勝です。ありがとうございます。ありがとうございます。お顔に自信はありますか。じゃあ早速やっていきましょう。はい。モレ顔です。しっかりやる感じ。きつこの時間。かなに？歴代の専属モデルたちはやってきました。さっき見えたんですよ、私。そうだよね。あ、嬉しそうにしてるよ。感想。あ、のんち振り向いてください。せーの。本当に嫌だってば。マジで嫌なんだけど。あれどうです？漏れてます？どう？で笑われたんだけど。マジで嫌だ。皆さん振り向いてください。アマアマです。マルさん、はい、振り向いてください。はい。ねえ、やだ。もうやだ。やだ。これこの世の中に晒すんですよね。これを。あーやだな。可愛いよ。どうなってるのか分かんない。ここの前髪どうしたってか。振り向いてください。はい。癒やしてくれ。目開けてみると。ここまでしか分かんないです。ドン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 。素晴らしいよ。素晴らしい。見えあんまり見えません。どうですか。素晴らしい。ロンチ振り向いてください。え、なんかさ、すっごい口乾燥しそうなんだけど。やばい。やば。なんかさ。滑舌悪い人に似てる。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。すべてのバトルが終了しました。はい、じゃあ今回個人バトル結果発表していいですか。モテてるんですね。紙面をチェックしてください。はい、ということで今日行われたバトルは4月30日よりのポップティーン6月号に載ってますのでみんなぜひ見てください。見てください。今日の一人。お世話になった方がいますね。はい。ダブー。呼び方バラバラするでしょ。聞かないですよね。そうだよね。それしか感謝のしかないね。します。お願いします。ファンストのハルくんまで3、2、1。え？動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画もぜひチェックしてみてください。今夜の TikTok もぜひ見てください。バイバーイ。